こんばんは、かっけんです。今回は今週アップされた動画で眉毛家さんと2人で操作一覧に書かれているコマンドを全てやってみたという内容の動画があるんですけど、まあ、あれのフェイント版を今回は自分がフリートレーニングでやっていきたいと思います。では早速フリートレーニング、はい、では早速まあ何があるのかちょっと見ていきたいと思うんですけど、まあ、ここまずポーズメニュー開いてヘルプで操作一覧で、まあ、テクニックコントロールで、まあ、ここにザーッと書いてあるんで、で、まあ、一応一通りやっていきたいと思います。まず最初にボディフェイク R2 を押して R スティックを上で離す、これか。へえ。まあ確かにちょっとフェイントかけてますね、こうやって。と、クイックボディフェイント。左スティックを上または下に入力し、直後に R スティックでターン。こういうことか。使ってる人いるかな、これ。ああ、でも確かに。綺麗はいいっすね。おお、確かに。綺麗いい。で、まあ次が、チザースっていうことで、まあこれ使ってる人たまにいる気がする。R2 を押して、上にスティック。まあこれか。これですね。こうやって。まあこれはたまに、まあこういう駆け引きでこうやってやって、こういって。あ、シュートじゃねえや。やべ、さっきまで FIFA やってたから。やべ。R2 を押して、こうやってやって、で、こうやってやってシュートとかね。っていう人はたまにいますね。シザースやって、やった瞬間に、こうやって外離れてシュートとか、角度作るみたいな。っていう人はたまに見受けられます。ステップオーバー、R2 を押して、離す。ここら辺が、なんか、どれがどれだかわかんねえんだよな。ステップオーバー。これかな。ああ、この大きいやつか。オーバーにやってるもんね。これか。っていうのが、まあ、ボディ&シザース編で、次がドローオープンか。こっちを向いてるときに、こうっすね。これがドローオープン。で、ここのドローオープンの2個目の中に向くときの動作なんですけど、ここは、2個目のスティックだから、左スティックの角度によって多少変わるんで、なんか90度に開けば直角に向いてくれるだろうし、こうやって今向いたんですけど、まあ、ここをもっと外側に向けば、まあ、できる限り外は向いてくれるんで、まあ、そこの角度調整は自分でできます。こうやって外向いてこうやって打つ人もいるんで、これはいつだっけな、13とかのあたりは結構強かった印象があるんですけど、最近はこれだと抜けない気がしますね。相手ディフェンダーとこうやって並走した時にこうやってやってシュートを打ったり、あとまあ中にえぐってっていうのは自分は昔の作品ではよくやってました。次はドロークローズ。ああ、これか。これは使わないな。使ってる人いるんかな。これは使わなそうですね。で、まあその次に軸当て。まあさっきやったやつか。これですね。これ。これはね、一番印象あるの2012っすね、俺は。2012にキックオフで、こっから、もうずっと軸当てだけで、相手のペナぐらいまで侵入できた時があったんですよ。俺の中の強技が、それがあって。まあ、なんで、2012の時は、自分はダブルタッチよりも愛用してた気がします。まあ、でもこれは、使わないっすね。で、まあ、次が、エラシコ系という感じで。あ、これか。今出ましたね、ロドリが。ダブルタッチになっちゃうぞ。あ、出た。で、次が、インアウト。まあ、さっきの逆みたいな感じか。
ああ、オッケーオッケー、これですね。出ましたね、一発で。おお、こっちの方が出る。ああ、出る出る出る。こっちの方が出やすい。まあでもこれ動きがちっちゃいから、まあこの二つは、この二つも使うかと言われると、そうでもない感じですね。で、出た、ルーレット。ルーレットは、まあ人によっては使う気がしますね。まあこうやってトラップする間際にやる人とかも。ああ、で、こうやってね。これで、四角プレスやってきた人をかわすっていう人もたまに中には見受けられるんで。ちょっと待って。で、こうやってやって、シュートとかでやってる人もたまにいます。まあ、なんで、ルーレットは、なんだろうな。たまにやるのは面白そうな。あと、なんか選手によって、ルーレットの仕方が違うんで、こうやって、滑らかな人もいれば、まあ、さっきのメッシみたいに、こうやって、まあ、シングルーレットっていうらしいんですけど、これが。まあ、これと、まあ、ビエラのルーレットを見てもらうと分かるんですけど。よいしょ。まあ、なんか逆足精度とかちょっと関わってくるらしいんで、まあ、そこはちょっと後で、他の、まあ、なんかフェイントを使ってる人の参考にしていただけるといいのかなと思います。では次が、まあ、ダブルタッチ。まあ、これは、まあ、皆さん、まあ、自分の動画を見てくれている方はご存知かもしれないですけど、まあ、自分が今一番使ってるあれですね。まあ、ファンダイクは持ってないけど、ファンダイクでもあんな滑らかにできるんで、メッシュだとこんな感じでスムーズにいけますね。まあこんな感じで誰でも使えますね、ダブルタッチだと。まあなんかこうやって人によってこのダブルタッチキャンセルみたいなのができるんで、全員できるんかな。あ、そうっすね。まあこうやってビエラみたいにワンタッダブルタッチのワンタッチ目でした後に入力を逆方向にすると変えてくれる時があるんで、まあそうやって結構ダブルタッチ、スパキャンみたいな感じで相手を、なんていうの、騙すこともできるフェイントなのかなっていうふうに思います。まあちょっとこれ難しいんでマスターするのが、こうやってやって、こうやってキャンセルみたいなのが入るんで。まあなんかダブルタッチ結構使える人はなんかこういう一個、変化球をつけるっていうのも面白いかもしれないです。次がエッジターン。エッジターンもロナウドとか使ってるかな、俺は。まあこれも、並走してるときに、こうやってやって、こうやって自分はやるときがあります。ムバッペを持ってる気がする。こうやって。まあこれも昔ほど強くはないんですけど、まあ、なんかたまに抜けるときはありますね。持ってるかな？あ、持ってないわ。まあそうっすね。これは結構エッジターンのスキル持ってる人だと結構出やすいんで、まあ面白いのかなというふうに思います。まあやってる人も少ないんで、エッジターン。まあ自分は、ロナウドがレアルにいたときのエッジ、シザースやって、まあ、エッジターンで、シザースやってからかな。まあ、なんかシザースやって、ファーにぶち込むっていうのが、ちょっとプレーのイメージがあるんで、まあ、ロナウドとムバッペを持ってるときは、結構やるときがありますね。次は、シャペウか。こうですね。浮き玉のときとかだから。こう、浮き玉の方がやりやすいな。まあこれは、なんて言えばいいんだろう。相手を背負ってる時とかにはやらないんですけど、この、まあ多分 TP やられてる方はわかるかもしれないですけど、まあここのタッチライン際にボールがよく、まあ流れる時に、ギリギリトラップするかしないかっていう判断を迷ってる時は自分はよくシャペを使ってます。
で、まあ、三日月ターンとブーメラントラップっていうのもあるんですけど、まあ、これもシャペウっていうスキルがちょっと持ってないといけないんで、まあ、ちょっとここに関しては、まあ、持ってる選手いるんかな、この中に。ちょっとわかんないんで、ちょっとこれも使わないと思うんで、スルーでしていきたいと思います。はい、というわけで、まあ、6項目、まあ、大体のものはやってきたんですけど、まあ、自分がやっぱりよく使うというか、まあ、自分が実際の対人戦で使ったことあるが、フェイントは、まあ、こういうまたぎからのこういうまたぎをして外に行ったりっていう、またぎをした後にダッシュボタンで反対サイドに行くっていうのと、あとエッジターンですかね、エッジターンしてシュートとか、あとエッジターンに似てるドローオープンでこうやって中に向いてっていうのを使ってます。で、まあ、あとはダブルタッチルーレットとかですかね、まあ、こうやってトラップ間際に入力するだけでやってくれるんで、という感じで説明一覧に書かれているフェイントを一通りやっていきました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価、まあ、そして、まあ、なんか自分がよく使っているフェイント以外にも自分はこれ使ってますっていうのがあったら、ぜひコメントの方で教えてください。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。